ノエル・ギャラガー、ノエル・トマス・デビッド・ギャラガー、ノエル・トーマス・デビッド・ギャラガー、1967年5月29日イ、は、イギリスのミュージシャンである。ロックバンド、オアシスの元ギタリスト兼ボーカリストである。同バンドのリードボーカリストであったリアム・ギャラガーは、実定である。オアシスのソングライターを務め、代表曲である、Don't Look Back in Anger や、Wander ー,ール、 シャンペン・スーパーノァなどを作曲し、オアシスを世界的、ロックバンドに成長させた。いくつかの楽曲では、リアームに代わって、ボーカルも担当している。2009年8月、オアシスを脱退した。2011年10月より、ノエル・ギャラガーズ・ハイフライング・バーズの名義で、本格的なソロ活動をスタートした。身長は173センチメートルである。ノエル・ギャラガーは、 マンチェスターにほど近いロングサイトで、アイルランド人の両親、母ペギーと、父、トミー・ギャラガーとの間に、三兄弟の次男として生まれた、長男ポール、三男リアム。三男のリアムが1972年に生まれた直後に、ギャラガー兄弟は、マンチェスターのバーネージに移り住んだ。ギャラガー兄弟はしばしばアルコール依存症であった、父親から暴力を受けたとされ、 長男ポールと次男ノエルの二人は暴力的な父親に関係する心理的な不安により既存を発達させた。長男ポールは自分専用の部屋を与えられたが、ノエルとリアムは同じ部屋を共有させられた。ペギー・ギャラガーは1976年に夫との法的な離別権を獲得した。その6年後、彼女は三人の子供たちを連れて、夫の元から離れた。 ティーンエージャーの頃のギャラガー兄弟、特にノエルは学校への無断欠席の常習者であり、しばしば警察の世話になっていたという。ノエルはペギーが学校の食堂で働いていた時、学校の昼食の時間に母の元に立ち寄っていたという。13歳の時、強盗で半年間の保護観察処分を受ける。この時期に初めて独学でギターを練習し始め、 ラジオから聞こえてくるお気に入りの音楽を模倣した。特に彼は、1983年に、ザ・スミスが、トップ・オブ・ザ・ポップスでパフォーマンスした、ディス・チャーミング・ウマンから強くインスパイアされた。後に彼は、その日から、ジョニー・マー、ザ・スミスのギタリストになってやろう、そう思うようになったんだと語っている。15歳の時、小麦粉の袋を教師に向けて投げたことが原因で、学校を、 退学処分となった。彼は、ティーンエージャーの頃から、父親の働いている建築会社で働き始める。そのため彼は、当時父とのコンタクトを、断続的にだが継続させた。しかし、後に、それをやめ、ブリティッシュガス、英国のガス会社に下請けされた、別の公務店に配管工として就職した。そこで彼は、 鋼鉄製のガスパイプのキャップを右足に落とし、負傷するが、その怪我が回復する間、会社は肉体的にそれほど負担にならない倉庫での仕事を、ノエルに任せるようになる。その期間、彼はギター練習やソングライティングに時間を割く余裕が持てるようになったという。彼はこの倉庫で働いていた時期に、後にオアシスのファーストアルバムに収録される楽曲を作曲た。 ノエルは1980年代後期の多くの期間を失業しており、この時期は気晴らしにドラッグをやったり、ソングライティング、ギターの練習などをして過ごした。1988年5月、ストーン・ローゼーズのギグを見に行った時、ノエルはインスパイラル・カーペッツのギタリストであるグラハム・ランバートと出会い、知り合いとなる。後にインスパイラルのボーカルであったスティーブ・ホルトがバンドを抜けた時、 ノエルは、インスパイラルの新しいボーカリストのオーディションを受ける。オーディションには落選してしまうものの、代わりに、彼らのローディーとしての職を得ることになる。ノエルは、インスパイラルカーペッツのローディーを、約2年間務め、日本やアメリカのツアーなども経験する。オアシス加入以降の歴史は、オアシスの歴史の項を参照のこと。1991年、ノエル24歳の時に、 オアシスに加入。1992年1月15日、オアシスが、ノエル加入後初のライブを行う。1996年の MTV アンプラグドに、オアシスとして出演予定だったが、リアムが喉の不調を理由に出演を拒否したため、全曲でボーカルを務めた。出演名義は、ノエル・ギャラガーになっている。年月日、トロントでのギグの最中に、 ステージに突如上がったファンが、後ろからノエルを突き飛ばし、次にリアムに襲いかかろうとした直後、セキュリティに取り押さえられる。これによって、リグが一時中断するというアクシデントが起きるも、数分後に再開した。その後病院で検査を受けたところ、モニタースピーカーに体を強打した影響でバラ骨を損傷していることが判明。残りの北米ツアーが延期される事態になった。 2009年8月28日、オアシスの公式ウェブサイト上で脱退を表明。2010年3月25、26日、ロンドンロイヤル・アルバート・ホールにて、ティーンウエイジ・キャンサートラストが主催するチャリティーコンサートにて、オアシス脱退後初となるソロ公演を行う。オアシスのメンバーであったゲム・アーチャーや、オアシスのツアーにも参加していたジェイ・ダー・リントンなどと共演する。 2011年7月7日に記者会見を開き、初のソロオリジナルアルバム、ノエル・ギャラガーズ・ハイフライング・バーズのリリース及び、アモルファス・アンドロジー・ナスとのアルバム制作を発表。2011年10月17日に、ノエル・ギャラガーズ・ハイフライング・バーズが発売され、翌週よりツアーを開始する。アモルファス・アンドロジー・ナスとのアルバムのリリースは、その後取りやめにいる。 2015年3月2日、セカンドソロアルバム、チェイシングイエスタデイ発売。2017年11月24日、サードアルバム、フービルト・ザ・ムーンを発売。日本では同月22日に先行発売された。幼い頃は、社交的な性格であったが、父親の大な内暴力により、非社交的で他人を信用しないくらい性格へ変わっていった。 ノエル自身は労働者階級出身であり、しばしばインタビューにおいて、英国の中産階級の人々を嫌う発言をしている。スキャンダルが多いオアシスだが、ノエルが起こすトラブルの大半は、ゼッカ事件のみで、プロ意識は非常に高い。トラブルメーカーの弟リアムの不安定な喉の調子や、酩定状態で、ステージに上がることに苦言を呈すことが多く、これが原因で、 兄弟喧嘩に発展することも多い。口こそ悪いものの比較的冷静で温厚、我慢強い性格であり、何度もリアムのトラブルを水に流している。他のバンドを名指しで酷評するなど暴言が報じられることがしばしばあり、ノエルはドラッグなんて紅茶を飲むようなもの、ドラッグに関しては1998年で止めたと公言しているスーパーのレジが混んでる時はムカつくから、 仕返しに万引きしているといった問題発言をかつてしたことがある。有名なものとして1995年のブラーのデーモンとアレックスはエイズにでもかかって死ねばいいがある。これはプレスなどを通じて日常的に互いのバンドをけなし合っていたブラーとオアシだがシングル同時発売対決でオアシスの方が敗れた後ノエルが発言したものである。 当時のマスコミやエイズ関連団体はノエルを大バッシングし、社会問題にまで発展。ノエルはデーモンとアレックスには長生きしてほしいと謝罪した。その後は確執もすっかりなくなった模様である。2002年のニュースステーションにおけるインタビューで、ビートルズは大好きだし、彼らと比べられるのは光栄だけど、オアシスとビートルズが音楽的に似ていると感じたことはない。 彼らのファッションとか物の,の見方には影響を受けているけど音楽的にはローリングストーンズやセックスピストルズの方がより近いんじゃないかなと発言をしている。初めて買ったアルバムはセックスピストルズの勝手に仕上がれ。主に1960年代のロックから音楽的影響を受けている。1980年代のマンチェスターサウンド、橋ンダも好んで聴いている。 サッカーファン、特にマンチェスターシティ FC のサポーターとして知られる。マンチェスターユナイテッド FC が大嫌いであると、たびたび発言している。ナショナルチームでは、アルゼンチン代表がお気に入りで、同国代表のリオネル・メッシもオアシスのファンを公言している。一方、母国であるイングランド代表には、シティのライバルチームの所属選手が多いためか、皮肉薬言を呈すことが多い。 イギリスのサッカー番組、サッカー AM に、たびたび出演している。2007年10月、ウェイン・ルーニーの婚約者である、コリンジョーは、ギブソン社のレスポールを、ルーニーの22歳の誕生日にプレゼントする際、ノエルにサインを入れてくれるよう申し出た。ルーニーはマンチェスターユナイテッドに所属しており、前述の通りノエルはユナイテッドが大嫌いであるが、これを、絶好の機会と考えて快諾。 バンドのギターテクニシャンに命じて、ギターをマンチェスターシティのイメージカラーである空色に塗り直させ、マンチェスターシティのクラブアンセムである、ブルームーンの歌をボディトップに書き込んで、ハッピーバースデー、スポンジボブというメッセージカードを添えて、ルーニーに届けさせた。ルーニーはこれを見て大笑いしたが、さすがに自宅にこれを置いておくわけにもいかず、チャリティーオークションに出品した。後日、 お返しとしてルーニーはノエルに自身がマンチェスターシティ戦でゴールを決めた時の写真にスポンジボブは最高差というメッセージカードを添えて送った。近年のマンチェスターシティがオイルマネーによって急成長を遂げていることを非常に肯定的に受け止めている。それを心よく思わないたクラブのファンや関係者からの批判についてはベンルとやつの社会主義サッカーなんてクソくらいだ。 クラブのアイデンティティが失われるって、俺たちが30年経験だったことがアイデンティティか。オイルマネーユナイテッドの選手やファンガソリに入れるたびに、シティに金が入るなんて最高じゃねえか。と反論している。アメリカのテレビ番組において、マンチェスターには2つの偉大なクラブ、シティとユナイテッドを指すがあって、最初に選んだ方をずっと応援するのさ。 変えることはありえないとも発言している。2012年には、マンチェスターシティの2012、2013シーズン用のユニフォームのモデルを務めた。ノエルは1997年に、メグマシューズと結婚した。2000年1月に、娘、アナイスが生まれるが、同年9月に離婚した。その後、サラ・マクドナルドと交際を始めた。二千七年九月十二日に、 どの晩、2010年10月1日に、サニーが生まれる。マクドナルドとは2011年6月18日に、結婚した。2015年、自身のインスタグラムで、トミーと名付けた犬を飼い始めたと投稿た。2008年8月より、バンドの公式サイトで、Tales from the m i d ー l o ア」of Nowhere というタイトルのブログを、更新していた。数日間隔で更新され文章はすべて、 携帯電話のメールで送っていた。その日の出来事やツアーの感想が中心で好評を白紙、2009年2月のエネミアワードでベストバンドブログ賞を受賞している。ノエルがオアシス脱退に関する声明を発表した2009年8月28日の更新をもって停止したが、2011年のソロ活動開始後から再びテールズ・フロム・ザ・ミッツル・オブ・ノエレバルに リターンオブザドレッドと題し復活した。その後更新は停止。SNS 発信はインスタグラムのみ。2012年5月25日に日本の音楽番組ミュージックステーションテレビ朝日に出演。翌日に同番組出演の感想をブログに綴った。発言の内容は後日も参照。その後語訳がルフされ、日本のメディアに取り上げられた。 特に記述のないものはすべてオアシスの楽曲。エレクトリックギターは BE Here Now のツアー頃までザ・スミスのギタリストであるジョニー・マーから借りたギブソン・デス・ポールカスタムとエピフォンのリビエラやユニオン・ジャックに塗装されたシェラトンを使用していた。現在では1960年製ギブソン ES-355 とフェンダージャズマスターをメインに使用。またギブソン・デス・ポールや トリニ・ロペスモデルなども使用している。特に、エピフォンのギターは、デビュー初期より愛用しており、90年代後半から、数年間、リビエラをベースに、自身のシグネチャーモデルスーパーヌバが発売された。アコースティックギターは、キャリアの初期には、エピフォン EJ-200 や高峰のエレアコを、使用していたが、現在では、ギブソン J-200 を使用している。ギターコレクターで、 50から60年代のギブソンのギターがお気に入りとされる。1995年のインタビューではギターは18本持っていると答えていたが、サマーソニックで来日した2005年では93本所有していると発言していた。また、ライブで使用するアンプはマーシャルやオレンジを BE ヒア r ウのツアー頃までメインにしていたが、 ボックス AC-50 やフェンダーベースマンなどを経て、現在はフェンダーブルース Jr. を l i n e 6 p o ッ t と組み合わせて使用している。レコーディングでは、ベースやドラムス、キーボード、メロトロン、マンドリン、シュタール、バンジョー、ピアノ、チェロなども担当するマルチプレイヤーである。左利きであるが、ギターは右利きで演奏する。 ギタリストとしては即弾きなどテクニカルなプレイはほとんど使用せず、リブ・フォー・エバー、フォアット・エバー、ワンダー・ウォールなど、1、2弦固定を基調としたコード進行を好んで使用する。影響を受けたミュージシャンたちについては非常に尊敬しており、また仲の良い同世代、後輩のミュージシャンも多い。しかし気に入らないミュージシャンに対しては、名指しで批判するため、 医者会に発展することもしばしばである。これは弟のリアムも同様である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。